チェケラ。どうも、ゆうた14です。はい、今回はポンコツのボンクラの方からやっていきます。毎週水曜日21時からドズルさんの方のチャンネルでやっています。で、今週のボンクラ見たでしょうか？もうね、結構流れがね、劇的ですごく面白い試合になったと思います。最後の最後までね、どっちが勝つかわからないような状況で、ラスト1分までね、お互いに攻め合ってる、そんな状況でした。で、今回の対戦は BD をね、タウンホール構成を事前に公開してたので、日本クランがマッチングするでしょうという予想がされてて、リベルティ以外にも何クランもボンクラに合わせるためにマッチングをしてました。その中で、まあ、リベルテとマッチングしたわけですね。まあ、かなり強いクランなので、まあ、正直始まる前は、これさすがにきついんじゃないかなと思ってたんだけど、まあ、それはね、なんとか跳ねのけて逆転しました。まあ、ぜひね、アーカイブを見て、ライブで見てない方はアーカイブを見ていただけると面白いと思います。まあ、ちょっとね、僕のチャンネルの方から来ちゃってると、結果知った上で見ることになるので、まあ、ちょっとそれはどうなのかなっていうところもあるんですが、それでも結構面白く楽しめるんじゃないかなと思います。まあ、今週はね、ケイスケさんが MC に入られて、今までとはちょっと変わったボンクラのスタイルになってたんじゃないかなと思います。で、今回やっていきたいのは、タウンホール12でね、自分が出て、タウンホール12の方で星6取れたので、そちらをやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい。やってきました。で、タウンホール12ですね。自分は、タウンホール13が出て以降、初めてのタウンホール12のアタックになります。まあ、ずっとね、タウンホール11の赤を12に上げてファーミングしてて、対戦をするところがなかったので、タウンホール13以外の対戦は、まだ1回ですね、ボンクラ以外で対戦実はやったことなくて、まあ、どういう関係なのかなっていうのはちょっと探り探りだったんですが、やっぱり得意のクイヒーラバルで2本攻めていきました。まあ、1本目はまあ比較的綺麗に決まったと思うんですが、2本目はね、ちょっと援軍でジャンプもらう予定が、癖でね、レイジをもらってしまって、ちょっとごたついてしまいます。そこだけ先に言っときます。はい。で、今回この配置をまず攻めていきました。こっちはね、綺麗に、まあまあ綺麗にはまった方なんですが、基本的なプランとして、ここタウンホールの対空砲を開けて、ここの通路を通して、イーグル砲だったり、クイーンを処理していって、で、ここのおでん像が打てないので、ここにボマーを刺してあげて、ラバルを3時側からポン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 と。いうようなプランでした。まあ、キングのね、工事をしてたので、キングがギリギリで起きるような感じだったので、ギリギリまでね、攻めることができなくて、終盤一気の2アタックになりました。まあ、早速見ていきましょう。ここね、対空砲のタゲを一瞬、ガゴで取ります。ここも少しポイントですね。出さないですね、なかなか。はい。ガゴで一回対空砲の攻撃を吸収してあげて、アーチャータワーに落下ダメージを入れることで、こうやって破壊していくと。で、壊してほしいのは金山だけなので、まあ、ウィズは撃たれてしまってもいいよというような感じですね。はい。で、思った方に誘導することができました。で、迫撃のタゲをなかなかクイーンで取ることができなかったのを見て、ウォールブレーカーがね、ワンチャン焼かれるのが怖かったので、キングを少し角度を変えて、まあ、中に入ってしまってもいいから、ウォールブレーカーが焼かれない方を優先しました。まあ、その辺はアドリブですね。本当はキングを流していきたかったんだけど、まあ、今の感じだとワンチャンウォールブレーカーが迫撃で潰されかねない。クイーンでタゲが取れなくて、で、出したタイミングとクイーン、迫撃砲のタゲがクイーンに向いてしまうタイミングが被って、発射して被るみたいなこともちょっと考えられたので、まあ、それぐらいになるぐらいならもうクイーン、迫撃はキングで取ろうというような判断ですね。まあ、妥協でああいう形を取りました。で、このヒーラーへの横打ちは、まあ、どうしようかなって悩んだので、少し遅れたんですが、まあ、どっちでもよかったかな。まあ、フリーズ自体はあまりそうだな。この時点で3枚持ってたので、あまりそうかなと思ったので、まあ、打ってもいいかという判断ですね。で、ここ、対空砲がね、ヒーラー、後々横打ちしてくるポイントなので、ホグで先に潰しつつ、言った通り、ボマーを通していって、クイーンを処理していって空のスタートですね。で、ここはフリーズいらなそうなのはしっかり見てたので、まあ、フリーズは打たず予定通りここのマルチ IT を止めていきます。1本目はね、ここね、フリーズでギリギリまでダメージを抑えていってヘイストで一気に飛ばしていくと、まあ、ちょっとこんなところにトルネがあるのかと予想外だったんですが、これちょっと予想外だったな。なるほどと思いました。まあ、この辺はクイーンでもすでに折れているので到達と。で、ここはちょっと迷ったんですが、トームがあるので、まあ、最後にね、マルチ IT にフリーズ打ってもいいんですが、早めに対空砲を固めていく判断にしました。で、トーム中にヘイストをかけていくとこんな感じで
スラワナを一気に回収できるので、まあ、フリーズじゃなくてトームの方が、トームが残ってるならば、どうせフリーズと、フリーズとトームが被るぐらいなら、対空砲に撃った方がいいって判断ですね。うん、トーム中にフリーズ撃っても意味がないので、まあ、それならば先に落とされる前に対空砲をフリーズで止めよう。そういう判断です。はい、で続いて見ていきましょう。こちらの配置ですね。この配置を、まあ、この辺を開けて、ここをジャンプで、この辺をぶっ壊していきたいなーって感じので見てたんですけど、まあ、ジャンプを忘れてしまったと。忘れちゃうと、援軍でもらう予定が、レイジをもらってて癖でね。まあ、レイジって、レイジ、そう、これもうめっちゃやるんだよな。わかりますよね、きっと。定型文でもうなんちゃらボマーバルーンレイジってもう出しちゃう癖がついちゃってるので、もううん、そうだね、自分で作ればよかったけど、そうだな、まあ、だけどジャンプって新レベルが出てるから援軍でもらった方が強くねって判断で、まあジャンプをもらいたくてレイジを申請しましたまあ最初ここ穴開けで開けるかジャンプでいくか結構悩んだんですけど、まあ穴開けでいいかなという、あ、じゃない、ジャンプでいいかなって甘えた結果忘れてしまったので、うん、途中でリカバリーは入れたんですが、結局って感じですね。早速やっていきましょう。まあ、クイーン処理がね、できてたので、あとはドリブでなんとかしました。まあ、12はね、なかなか久しぶりにやったので、ロイヤルチャンピオンがいないと、この区画どうやって削るのっていう感じですね。まあ、ただ相手にもロイヤルチャンピオンがいないので、クイラバ、まあ、なかなか最近13でも難しくなってたので、うん、無理くりでも、どの配置でもクイラバで戦えるぜってぐらいの感じではあるかな。はい、ここら辺でジャンプがねえのに気づいてたので、ウォールブレーカー1体を全部出さずに温存しました。うん、もうちょっとウォールブレーカー持ってきてたらまだなんとかなったな、これ。まああんま変わんないかな。でやっぱまあ35なんですけど、やっぱりね、12の環境だとオーデン像が強いですね。12の頃すごい、うん、おでんが強い、おでんが強いって言ってたのを思い出しましたね。やっぱりおでんは強いわ。めちゃめちゃ強い。で、ここなんですけど、フリーズがちょっと遅かったので、クロークでね、ウォールブレーカーのタゲが、これならば先にクローク打って、レイジでウォールブレーカー温存してここ開けていく判断に変えた方が良かったんですけど、まあそこはちょっと甘えたかな。これはやっちゃったなって気づきま、これはダメだ、やばいと思って、これは相当焦ってましたね。まあなので、ボマをここに裏に刺していく判断に切り替えて、ラバをちょっと後出しで出して、角度を変えて回収していくと。で、レイジで一気に飛ばして、ヘイストをね、こっちに打っていく判断はすごく良かったんじゃないかなと思います。うん。ここ一気にカンカンカンとこの対空砲まで降り切って、逆サイドにね、アーチャー2体を出してヒーラーを引っ張ってって、まあ、エアスリーだったりのタゲを、このヒーラーで取ることができたと。この判断のリカバリーがすごく良かったんじゃないかなと思います。ヒーラーのタゲとか、この辺の罠回収を、アーチャー2匹で引っ張って。これクイーンがもともと結構厳しいルートだなっていうのは分かってたので、アーチャー2体持ってヒーラーを引っ張る用のアーチャーを持ってきてたので、まあもともと意識にそういう意識があったということですね、頭の中に。まあこれはでもリカバリーですよね。まあ、うまくいったプランというよりはなんとかしてやったって感じですよね。まあこの辺のアドリブがうまくできたのは、久しぶりにやった12とはいえ、まあうまくできたとポイントかなと思います。はい、でね、はぐれ勢のやつもね、赤畑くんとね、キラガくんが相手にいて対決できれば面白かったんですけど、自分がタウンホール12で出てるんですが、まあ相手がね13と11で出てて、まあ直接対決はならずと。せっかくなんでね、赤畑くんの前回も1本あったので、そちらを見ていこうかなと思います。これで最後にしようかな。まあポンタさんの配置ですね。まあ結構なマルチ陣だけど、いざ自分で攻めようってなったら結構めんどくさいですね。この壁とか相当やる気ないですね、さすがですね。はい、ウォールブレーカーで開けてって、これがまあ比較的テンプレ的な編成なんですけど、
このペッカボーラー編成ですね、まあ、ちょっと組み立て方が面白いので、まあ見てってください。これジャンプとかクエイクとかそういう系を持ってきてないところがポイントですね。その辺、ペッカボーラー系をやるって結構珍しくないですか。ジャンプとクエイクがない、うん、しかも回廊陣っていうね、まあ、これがねタウンホール13で攻めるの回廊陣を攻める攻め方にちょっと似てて面白かったです。はい、まあ、基本的にはこういうところを、まあ、食い火だけで突っ込ませていくっていうのはペッカボーラーではなかなかやらない入りなんですけど、うん、回廊をあえてぐるっと歩かせるんですよね。それが面白いポイント。13とかでも今たまにというか、まあ主流になりかけてるやり方の一つなんですが、まあ、これ食い火どっち行ってもいいと思う、まあ、こっちに降りるのは分かってたと思うんですけど、まあ、攻める前の段階でこっちに流れてしまっても問題ないかなと思ってたと思います。まあ、流れてった方に穴開けでペッカボーラー部隊をゴールしていくと、まあ、食い火だけにどんどんレイジをかけてって、まあ、ジャンプとかがないのでどんどんレイジを積みやすい編成にはなってますよね。まあ、こんな感じで外周部ぐるっと歩かせて全員合流していくと、まあ、中心部イーグル砲が撃てないんですけど永遠にどうするのって思ってたら、ここからね突撃艦を出していくんですよ。でトーム、まあ、ヒーラーがこの辺を、ホーミングチェックの役割もしてくれてるので、はい。でここ中心部にバルキリーをね一気にぶっ刺して、テスラだったりイーグル砲だったりをレイジバルキリで壊していきます。まあ、ここヒーラーがねうまく映ってくれてイーグル砲までなんとか降り切ることができました。これヒーラーが映ってなかったらちょっとイーグル砲は落とせなかったんじゃないかなっていう感じでしたね今きっと。まあ、ただイーグル砲が残ってしまっても終点なんとかなりそうなぐらいのユニットは残ってますよね。まあ、回廊陣って結構めんどくさいんですけど、まあ、11、まあ、どのタウンホール隊でも結構めんどくさいんですけど、こんな感じでぐる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 回してペッカボーラーで取っていくと、これ結構面白いですよね。いい取り方なんじゃないかな。で残りも1回フリーズでまだクロークも余ってるので、まあ、これはねクイヒーパートに序盤にレイジを2枚打ってたりとか、まあ、それが、呪文的枠数に余裕があるのでそういうこともできるので、まあ普通の回廊の攻め方とは変わった面白い攻め方だったと思いました。データを読み込んでいます。はい、というわけでね今回はタウンホール12と11を見ていきました。まあね、たくさんいろんな方が攻めてて、まあジョーカーさんはジョーカーさんの方でやると思うし、ケイスケさんも一本リベルテ側のアタックを乗せてましたね。まあケイスケさん自身も全開を取られてたので、もしかしたらケイスケさんの方でもチャンネルから動画が出るかもしれません。毎週水曜日ね、ぜひポンコツのボンクラを見てくださると面白いです。でこれはねだいぶ先の話にはなるんですが、水曜日がボンクラ入るじゃないですか。ウェルプレートリーグがね木曜日に入る予定で入ってるので、まあ水曜日木曜日とね連チャンでクラクラこれから盛り上がってくると思うので、ぜひ週の半ばね、まあ、結構めんどくさい、中田みわあ水曜か木曜かっていうテンションの中、クラクラ系のね番組が2つこれからできる、やってくる、まあ、すごくテンションの上がる面白い、なんて言ったらいいだろう、生き生きした毎日を過ごせるようになるんじゃないでしょうか。というところで今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。さよなら。